春の訪れを告げるミモザの花、北九州市の伊東洲の森公園では今年も見頃を迎えています。北九州市小倉北区の伊東洲の森公園にはおよそ60本のミモザの木が植えられていて、今年も見頃を迎えています。園の担当者によりますと、今朝の時点では七分咲きとなっていますが、一足早い春を楽しもうと見物客が訪れています。ちょうどいい時に来たなと思って、はい、もう桜の前の楽しみですよね。ね、すごい綺麗ですよね。なんかキリンさんの周りに綺麗に咲いてて、なんか気持ち明るくなりますよね。担当者によりますと、ミモザは餌として動物たちに与えることもあるといいます。今週末にも満開の予定です。